俺、どうしになったんだ。汚れの源である最下の剣士は何とかしなきゃいけないなんて聞いてすぐ受け止められる話じゃないな。なんか聞いたばかりって口ぶりだな。俺が寝込んでる間にライラに聞かなかったのか。ああ、お話するつもりだったのですが、スレイさんと一緒でいいとおっしゃって、ずっと本を読んでいらっしゃいました。なんで？その方がライラの手間を省けるだろ。 にしても、3日も本読んでたのか？せっかく街にいるんだから見てくりゃいいのに。別にいいだろ。戦いで疲れていたし、本を読みたい気分だったんだ。ミクリオ、昔からそうだよな。俺が怪我して探検行けない時でも合わせたりさ。律儀なのですね、ミクリオさん。ほんと、こんなので抜け駆けされたとか思わないのに。本が読みたかっただけって言ってるだろ。まったく。 分かってるよ。<笑>スレイ、 ちょっと考えをまとめないか。そうですわね、ミクリオさんとちゃんと相談してみては。
地下水路か。怪しいね。一人戻ってこないか。大丈夫かな。行くのか。